たちは男子に卒業式の日に第二ボタンをまずもらうっていうのが、はいはい、ありましたね。まあ、その第二ボタンをもらった人たちは、まあ、恋が成就すると言いますか、はいはい、まあ、両思いになれるみたいな。まず3年生が優先なんです。すごい先輩後輩がすごくやっぱ厳しい時代で、3年生の先輩が先で、2年生の時にその憧れだった先輩のところに行ったら全部なかったのに、はいはい、第二ボタンだけ残ってたんですよ。なんでそのパターン。やだ。第二ボタンが欲しくて来ましたって言ったら待ってましたって。マジか。すごい。元気になりそう。おめでとう。昭和の恋がいいな、やっぱり。